はい、こんにちは。今回は先日配信を開始したクフルダムノートの新しいアルバムからケゴンっていう曲があるんですけど、そのケゴンっていう曲のパソコンの作曲ソフトの作業画面を見せながら、この曲を作った僕がここはこういう意図があって作りましたとか、ここはこんなこと考えてましたとか、まあそういう作曲の裏側というとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、そういうことについて喋っていく動画となっています。で、動画の流れなんですけど、音楽っていうのはだいたい場面ごとセクションごとに分かれてるんですね。例えば A メロとか B メロとかサビとか、まあそういう言葉聞いたことある方も多いと思うんですけど、そういう風に場面ごとに分かれてるんですよ。なんで今回の動画もこの曲の場面ごとに、ここはこんな感じですよ、ここはこんな感じですよ、ここはこんな感じですよっていう感じで喋っていけたらなっていう風に思ってます。でね、作曲っていうとどうしてもね、専門的な知識とかが必要な部分もあるんですけど、できるだけちょっと興味あるよとか、あんまり作曲のことわからないよっていう人でもわかるように喋りたいので、最後まで楽しんでもらえたらなっていうふうに思います。クフルダムノート、はい、では今から解説をしていきたいのですが、場面ごとに喋っていくので、その場面場面で曲を流したりはしますが、通しで全部流すっていうことはしないので、まだ通しで曲聴いたことないよっていう方はミュージックビデオとかも上がってるので、そちらでまず聴いてきていただいてからこちらの動画を見てもらった方が、あ、こういう感じなのねっていうのがイメージしやすいと思うので、まだ聞いたことないっていう方はまずそちらを聞いてもらえればなっていうふうに思います。で、この曲なんですけど、まあ、ジャパニーズジェント、和風ジェントっていうふうに言わせてもらってて、まあ、これどういうことかっていうと、和風のメロディーとか和風の雰囲気とジェントっていう、まあ、ジャンルというか微妙なところなんですけど、普通のギターって6本弦が張ってあるんですけど、それよりも低い音が出る7弦ギターとか8弦ギターとか、そういうギターがあるんですよね。で、そういったギターのサウンドと複雑で、激しめな曲の雰囲気みたいな、そういうまあものを総称してジェントって呼んだりするんですけど、そういう要素と、まあ、和風の要素を組み合わせた曲を作るっていうコンセプトで作られていますね、この曲は。ジャパニーズジェントシリーズの第5作目ということで、今まで4作ぐらい作ってるので、そちらも興味ある方は聞いてもらえればなというふうに思います。そろそろね、早く曲の解説をしろっていう声が聞こえてきそうなので、曲解説の方に行きたいと思います。クフルダムノーツ、まずね、最初はい、まあこんな感じですね。で、まずこの最初の4小節なんですが、前半の2小節よーっていう声と太鼓の音で始まりますが、まずこの掛け声なんですけど、作曲とかやられてる方はご存知だと思いますが、こういうね、声ネタとか、まあ、音ネタとか、あと、まあ、そういう音源ですね、いろんな楽器の音っていうのが、まあ、売られてたりするんですよね。で、それを買ってそこから使うっていうことをよくするんですよ。この掛け声は確か和楽器の歌舞伎&ノーパーカッションっていう、そういう音源があって、その音源の中から音を使ってますね、これは。で、こちらの和太鼓の音も音源の音を使ってて、こういう風な、今画面出てますが、作曲するときはこのようにコンピューターに音源を鳴らす命令をプログラムするのと、実際自分で楽器を弾いて録音した音を組み合わせる形で曲を作っていくんですが、まあ、この和太鼓の音とかは僕が直接演奏したわけではなくて、コンピューターにこんな風に演奏しなさいっていう命令を書いて演奏させてるっていう形になります。この音だけを聞いてみると、まあこんな感じのリズムなんですが、これどういう風に作られてるかっていうと、トン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 っていうリズムがメインであって、その間をこうカチカチ言う音で埋めてるっていう感じですね。で、この曲のテンポが136なんですね。まああんまピンとこない人もいると思うんですけど、1分間に四分音符が136回叩かれる速さですよね。テンポ136っていうと。で、このくらいのテンポって、まあ、どちらかというとそんな速いわけじゃないんですよ。で、このくらいのテンポ感っていうのは僕の中で16分を使ったリズムを入れると割とこう独特のね、乗りやすい雰囲気が作り出せるので、この部分も16分音符を絡めたフレーズを入れてます。で、前半の4小節の後半2小節はいろんな音が一気に入ってきますね。はい、この音なんですが、どんな音が入ってるかというと、まずはシンセベースの音ですね。
こんな感じで16ボンボでブブブブブブブってこういう風に入って聞いてるのと、これはね8弦ギターの一番低い弦を弾いたやつを逆再生で貼り付けてますね。で逆再生で貼り付けてる上にちょっと最後のとこにね、このピンクの線はボリュームのオートメーションを書いてるんですが、これどういうことかっていうと、ここで音量ゼロ、ここで元に戻す、ここで音量ゼロみたいな感じで、このギターの音の音量をコントロールしてるんですね。こういう極端にこうゼロにしたりとか戻したりっていうのをすることで、これ面白い音の変化を生み出してるという感じですね。それからこれですね、金属音みたいな音が鳴ってますが、これはダメージという音源を使ってて、まさにこういう金属音みたいな音を鳴らしてくれる音源ですね。でこちらの音源をこんな感じで打ち込んで、まあ、プログラムしてるわけですが、このフレーズはどういう風に作ったかというと、リファーっていうプラグイン、作曲ソフトの上で動くソフトみたいな、そういうやつなんですけど、っていうか音源全般がそうなんですけど、リファーっていうプラグインはこのサイコロみたいなボタンありますよね。これを押すと勝手にフレーズを自動生成してくれるっていう、ランダムに、そういうもので、これで適当にいい感じのフレーズを作ったやつをここに貼り付けて作ってるという感じですね。でこれらを全部まとめて鳴らすと、まあこんな感じになるという。でこれね、抜いてみると結構面白くて、シンセベースないとあれって感じになりますし、さっきのダメージ抜いてみてもなんか物足りないというかね、まあ、曲を聴いてるときに、あ、この音が鳴ってる、この音が鳴ってるって全部一つ一つ意識して聴くっていうのは、まあ、やってない人の方が多いと思うんですけど、実際はそういうあんまり意識されない音がどういう風にうまいことを配置されてるかによって曲の雰囲気ってだいぶ変わってくるので、まあ、自分の作品でも意識して配置するっていうのを心がけてますね。クールダモノーツ、次行きましょう。ここから一気に視界が広がるっていうか、こうストリングス、弦のサウンドが入ってきて、おお、なんかこう今から始まるぜみたいな雰囲気になってるかなっていうふうに思うんですが、まあ、まずストリングスの打ち込みがあって、さっきのダメージの金属音があって、で太鼓のフレーズがちょっと変わります。こんな感じですね。このリズムはなんでこういうリズムなのかっていうのは後で解説をします。この青いところがドラムのフレーズなんですけど、ここら辺からドラムが本格的に入ってくるんですけど、ここはねシンバルの音が一発だけ入ってます。これもね、さっきの話の続きみたいな感じなんですけど、この一発シンバルがあるかないかでだいぶ雰囲気変わるんですよね。ないと、あると、まあ、こんな感じで、ドラムセット全体の音はまだ入れたくないんですけど、シンバルの音だけをここに配置することで、こう世界の広がりっていうかね、期待感を持たせることができるっていう、そういう意図でここは入れてますね。でここから生のベース、生のベースっていうか、僕の弾いたエレキベースが入ってきます。まあこんな感じでなってるんですが、先ほどのシンセベースと同じラインを弾いているんですが、シンセベースの方は16部で弾いてるんですけど、こっちのエレキベースの方は、まあ、8分音符で弾いてると。まあこれどっちかに合わせてもよかったんですけど、ここはちょっと違う方がいい感じかなと思ったので、ここはあえて違うリズムで刻んでます。で、ストリングスのやつを二回しやるんですけども、二回し目からギターのサウンドとドラムが入ってきます。まずギターが8弦ギターを使ったスラップなんですが、でギターだけ聴いてみると、このギターのフレーズのアクセントの部分がこの太鼓の場所と同じなんですね。でこの太鼓のリズムが最近ここの部分からずっと一緒なんで、このギターフレーズが入ってくるっていう、まあ伏線として同じリズムをここでやってると、そういう形になりますね。
そしてギターのフレーズ、これオレンジと黄色がギターのフレーズなんですけど、まあギター系の曲を作ってる方はよくやることなんですけど、ダブルトラッキングといって同じギターのフレーズを2回録音して、それを左右から聞こえてくるように配置するっていう、コピーじゃなくて2回弾くっていう、まあこういう手法があって、音の広がりというか迫力を出せるっていう手法で、まあよく使われたりしますね。はい、でここの個人的なポイントなんですけど、でもあのさっきから個人的なポイントしか喋ってないんですけどここね、まあ、ベースラインがね上行って下行ってって動いてるのは分かると思うんですけど、このギターが入ってきたところからベースライン一定なんですね。もちろんこっちの弾いてるのも同じラインなんですけど、これ結構なんか自分の中ではなかなかないかなって思ってて、っていうのも、まあ、大体ねベースラインで、まあ、動いてないよりは動いた方が盛り上がるっていうか、曲が展開してってる感を出せるんですけど、ここではあえて最初動いてて曲が展開したら動かなくなるっていう風になってて、これなんでかっていうと、このギター8弦ギターの一番低い弦を使ったフレーズなんですけど、8弦ギターってめっちゃ低い音が出るので、ほぼベースの音域と同じっていうか、8弦ギターの一番低い音って、まあ、あの本当はねもっと低い方にあるんですけど、このミの音が4弦ベースの一番低い音だとしたら、この半音2つ上、全音上のこの F シャープ、ファーシャープの音が8弦ギターの一番低い音なので、もうほぼ低さが一緒なんですよね。なんで、8弦ギターの一番低い音を使っている状態で、このベースラインが上行ったり下行ったりすると、どっちが一番低い音なのかわからないっていうか、まあ、音楽で特に和音を考えるときって、ベースの音がすごく重要で、例えば、普通に、これドミソ、まあ、C っていう風に呼ぶコードですけど、上がドミソ弾いててベースがドを弾いてたら、まあ、こういう風にシンプルな響きに聞こえると思うんですけど、ベースがちょっと動いて F シャープとか弾き出したらだいぶ複雑な響きに聞こえますよねっていう風に、こうベースラインがちょっと動くだけでだいぶこう和音の印象って変わるので、そういうことを回避するためにベースラインを固定にしようと。で、まあ、もちろんこっちのストリングスのフレーズは上のフレーズは動いてるんですけど、ベースラインは一定で固定して、でここずっとベースライン固定して突き通してもよかったんですけど、動いてるところから動かなくなるっていうのが僕の中での王道の展開からは逆を行く発想なので、まあそういうことができるの楽しいかなっていうので、ここはこういう風に作ってますね。クフルダモノーツ。はい、では次いきます。はい、8弦ギターのスラップが出ますが、ここはねさっきのダブルトラッキングとは別で1本だけで弾いてます。で、さっきになってたストリングスとかいろんな音がここで一気にバシッと消えますね。ほぼギターの音だけと。まあ、これはよく何かのパートを目立たせたいときに他の楽器を抜くっていうのは、まあ、よくある手法だと思うんですけど、特にあのサビ前とかボーカルだけにするとかね。この曲自体はもともと8弦ギターの和風っぽいスラップを、まあ、主軸にした曲にするっていうところも最初考えてたので、まあ、ここでギターのフレーズを目立たせたいなということでこういうアレンジになってますね。そして一回しした後に二回し目はダブルトラッキングでベースとドラムが入ってくるという感じになってますね。でここ、まあ、ドラムがちょっとこうフレーズをやってから二回し目に行くんですが、ここのドラムフレーズなんですけど、単体で聞くとまあこんな感じになるんですけど、この部分のフレーズはなんでこんな感じになってるかというと、このギターのフレーズのアクセントとこのキックのアクセントをかぶせてるっていう風になってて、ただもうほんとそこだけをジャンジャンって合わせに行くとちょっと野暮な感じがしたので、単体で聞いたらそんなにそれっぽいフレーズに聞こえないけども、キックの位置で合わせていくっていう、そういう感じの発想でこれを作りましたね。二回し目なんですけど、他のとこは全部僕が弾いたやつを使ってるんですけど、ここだけベースの打ち込みになってるんですよね。一応ここに弾いたやつ残ってるんですけど、曲に合ってるなと思ったんで、ここだけは打ち込みのベースにしました。まあそんな感じですかね。てかね、画面を見せながら自分の曲を解説するって難しいなっていうのを今やってて思うんですけど、なんかね、作ってるとき、今言ってること考えながら作ってるんですよ。考えながら作ってるんですけど、なんかね、ここまで言語化してないっていうか、もう少しこう頭の中で抽象度が高い段階で処理をしてるので、言語に変換するっていうところが普段やらないので結構大変ですね。クフルダモノーツ。
はい、では次行きたいと思います。次はね、いかにもジェントっぽいリフっていうかね、ここなんですが、ここはね、まあなんか なんでしょうね、まあ、ポイントとしてはこのリフ、まあ二回しやってるんですけど、よくこういうジェント界隈の曲でやられてることなんですけど、ここまでが一回しなんですけど、この一回しのちょうど半分のところ、折り返し地点でこの最初と同じことを折り返し地点でもやるっていうのが、まあ、普通作曲するときはその方が多いんですけど、ジェント界隈はこの折り返し地点の頭を別のものに差し替えてフレーズを作るっていうのをよくやってて、だからこれってこの4小節一回しあるんですけど、この最初前半2小節と後半2小節、頭の一拍ちょっと以外は同じなんですね、どっちも。ただこの頭の部分を変えることによって、独特の変拍子を使わないけど、ちょっとフレーズの構成を簡単に悟らせないじゃないですけど、フレーズの構成を簡単につかませないような仕掛けとして面白いかなっていう。まあでも僕あんまりね、複雑すぎるリフを入れるつもりもなかったんで、どちらかというとシンプルに乗れる方が僕の求めてるものに近いので、そこまで複雑じゃないですけど、これを入れることでちょっとどこがフレーズの頭だろうっていう風な感覚を与えたいなと。でここなんですけどっていうスライドのフレーズだけを重ねてますね、ギターで。実際にはこれ抜くとこういう低い音だけになってるんですけど、これを重ねるとっていう風になります。まあ細かいところなんですけど、これでちょっとフレーズに色彩が乗るかなみたいなイメージですね。二回し目からはこういう系のシンセの音をプラックって言ったりするんですけど、こういうプラックの音をここでは使ってて、まあ、ちょっと琴みたいなね音に聞こえるのもちょっと狙いながらやってるんですが、なんか僕あんまりそのギターベースドラムだけで刻んでるっていうサウンドがそこまで好きじゃなくて、ここはあえてのベースドラムギターだけなんですけど、すぐにこういうキーボード系っていうかちょっと別な音を入れることで自分の好きな感じにしてるというか。そしてここのフレーズなんですけど、これ4小節で一回りしてるんですけど、このことのフレーズが3小節のフレーズっぽく作ってあるんですね。ギターとかのフレーズが4小節で完結するところを、上のシンセのことっぽいメロディーは3小節で完結すると。でこの最後の1小節がっていう風な掴みづらいリズムにあえてしてて、この後にねこういう風に続くんですけど、まあ、次のセクションだいぶ雰囲気が変わるので、一瞬こうふわっとこう足元を見えなくして一気に次の展開に行こうっていう、そういう意図がここありますね。クフルでもなつ。はい。でここでちょっと突っ込んだ話をすると、僕作曲するときに同じフレーズをそのまま何回も繰り返すっていうのは極力避けるようにしてるんですね。っていうのもやっぱり同じフレーズが何回も来たら聴いてる方は飽きてしまうというふうに思いますし、僕自身もあんまりそれ面白くないので、同じサビだったらサビ、 B メロだったら B メロっていう風に同じものを何回かは使うんですけど、同じ展開が来る時もその展開っていうのは微妙に前来た時と違うアレンジとか違うリズムとか違うコードとか、そういうものを展開していくことで曲としての統一感を出しながら曲の幅を広げるっていうか、飽きが来ないようにする。やっぱりその5分だったら5分、新鮮な気持ちで最後まで聴いてほしいと思うので、やっぱり、ね、同じものを何回も繰り返してしまうと途中で、あ、もう次これやっていう風に予想ができてしまうっていうか、それはあんまり面白くないなと思うんで、そういうことは心がけるようにしていますね。それで、まあ、ここの転換部分の1小節っていうのも太鼓の徐々に入ってくるダダダダダっていうこういう音と、ギターの逆再生の音ですね。
が合わさってよーい、まあ、これがあったら転換点になるっていうそういう暗示なんですけど、ただこの転換の一小節も何回か使ってるんですけど、微妙にこの音の組み合わせとかリズムの入れ方を変えることで同じ曲なんだっていうのを表しつつも、それぞれに違った意図があって、それぞれで違った効果を出してるというふうに自分で思ってる感じですね。はい。でここからさっきも言ったようにだいぶ雰囲気が変わります。なんでこう雰囲気変わってるかというと、今までの場面がっていう F シャープから始まる陰音階を使ってたんですけど、こっからはっていう F シャープから始まるペンタトニックっていう音階を主に使う場面になっていきます。なんで使ってる音が強いんで雰囲気がガラッと変わると。陰音階もペンタトニックスケールも和風な曲で使われる音階なんですけど、僕の中で陰音階はどっちかっていうとダークな攻撃的なイメージがあって、ペンタトニックは使い方にもよるんですけどキャッチーでテンションが上がるような使い方をしやすいので、これから B メロサビっていくんですけど、その場面にペンタトニックを使いたいなってことでここはそのように配置してます。では B メロに行きましょう。クールダモノーツ、ここはねどんな音が鳴ってるかっていうと、まあ、ギターの音ですね。まずこのフレーズ意外とっていうかめちゃくちゃ僕にとって難しくてめちゃくちゃ練習した気がしますね。丸1日とは言わないですけど、だいぶ何時間か練習しましたね。まあ、そのくらいそんなに僕ギター得意じゃないっていうのもあるんですけど、でここに重なるようにこういうギター系のシンセの音と、まあ、琴っぽい音ですねを入れてて、さらにそこに8分音符でこれもまたシンセの、これもシンセのなんか琴っぽい音を入れてますね。全部ね和楽器を使ってるというより和楽器っぽいシンセの音を入れてるっていうものが多いですね。ここにコードをオルガンの音で鳴らしてます。こんな感じでね。で最後にこのものすごく低いサブベースの音を入れて、あとは太鼓の音ですね。ここら辺を全部重ねるとっていう感じになります。でこのフレーズ2回し目からはドラムの音が入ってくるんですが、このドラムは生ドラムの音ではなくてサンプルのドラムですね。これはねバッテリーというサンプラーっていうのはこういう音ネタをまとめて管理してリズムを作りやすくしてくれるっていうそういうものなんですけど、これを使ってさっきのリズムは組み立ててますね。でこのリズムなんですけど、最近のトレンドとしてこのハイハットのチキチキっていう音が高速で入ってるのが割とそのトラップ系のビートっていうんですか、割とトレンドな感じなのでそういうのを入れつつ、まあ、そもそもね最近の音楽って生ドラムの音よりもこういうサンプル系の音でリズムのパターンを作ってることが多いので、まあ、生ドラムよりはこういうサンプル系のタイトでクールな響きっていうんですか、このタイトな響きを入れることでメリハリが出るかなというような思惑でやってますが、そんな感じですね。でさっきちょっと言うの忘れてたんですけど、実はサンプルのクラップ拍手の音がずっとさっきの場所からちっちゃい音で鳴ってたっていうね、さっきのイントロほどじゃないですけど鳴ってるのと鳴ってないのでは やっぱりちょっと違いますよね。で B メロはこんな感じですかね。クフルでもノーツ、はい、ということで次はサビに行きます。
サビはですね、こんな感じです。まあ、自分で作ったんですけど、このサビのメロディーはめちゃくちゃ気に入ってて、まあ曲自体気に入ってるんですけど、特にねここの場所気に入ってて、疾走感と、まあ、メロディアスな感じがうまいことマッチして、あと和風っていうテーマにもかなり添えてるなっていう風に思ってて、だいぶ気に入ってるんですけど、このサビはまずドラムが2ビートっていうんですかね、このドンタンドンタンっていう、まあテンポに対して倍のリズムでスネアドラムパーンっていうこの小太鼓の音ですよねを入れることで疾走感を出すっていうのと、そしてベースの音を重ねてみると意外とベースの音が結構動いてるっていう感じですね。でこのベースなんですけど、実はこれ僕が弾いてるエレキベースなんですけど、さらにちょっとこれ分かりづらいかもしれないですけど、だいぶ低いところでシンセベースが鳴ってるんですよ。でシンセベースの方はあんまり動いてないっていう、だからベースは鳴りつつちょっと動き、シンセベースは動いてないみたいな、ベースがこうダブルで鳴ってるみたいな感じで、ただこのベースの動きとかもコードトーン、コードの構成音に沿って動いてるんで、そんなに意味不明なことはしてないんですけど、まずベースがそんな感じになってて、そこにギターが乗っかって、そこにコード楽器ですね、ストリングスとかピアノが乗っかって、さらにここにハモリ買った上でギターのメインメロディーが重なるという、そんな感じになってますね。これで、まあ、サビはね、もう一回後半にあって、そっちで解説をした方がよりいろいろ喋れそうなので、まあ、一旦ここでこのサビは終わりにして次に行きたいと思います。クールダモノーツ。はい、サビが終わるとまあ、さっきやったリフに戻るんですけど、まあ、さっき僕がちょっと喋ったように曲の中でなるべく同じ場所を作らないっていうので、序盤出てきたリフでは、まあ、ギターベースドラムだけの部分とか、あとまあ上にシンセのことっぽいフレーズが乗っかってたりとか、そういうことしたんですけど、この戻ってきた時は後ろでストリングスがコードを弾いてるっていう、そういう変更点があります。でこのままそれが一回し二回しやった後で、ここからギターソロですね。いやこのギターソロもね、超弾くの難しくてなんかね、ギリギリ自分ができそうでできないみたいなところをやっぱ作ってしまうことが多いので、後で弾くのがうわ大変だみたいなことはよくあったりしますね。でこのギターソロなんですけど、裏側で鳴ってるコードが、実はさっきまでの場所と違うという、ギターソロはちょっとギターソロ用のコードを当ててるっていうね、まあ、みんなギターソロに耳が集中してるので、あんまり後ろのコードが変わってることに気づかないと思うんですけど、ちなみに僕ギターソロとか、まあ、ギターのフレーズとか、まあ、そういうのを作るときに、まあ、こんな感じのものをよく使ってて、これ何かっていうと、まあ、Excel で自分で作ったんですけど、まあ、ギターの指板があって、まあ、そのギターの指板の音の配置をいろいろと切り替えてくれるっていう、まあ、例えばこれ F シャープのイン音階なんで、この F シャープイン音階っていうのをポチッと押してやるとこんな感じで、まあ、指板の上でイン音階がどういう配置になってるかっていうのが出てくるんで、これ見ながらソロを考えたりとかしてましたね。クフルダモノーツ。でギターソロが終わったらっていう風になるんですが、
ここの一小節、これさっき言ってた場面転換の一小節なんですけど、これさっきはね、場面転換の時に太鼓が16分布でドドドドドドドっていう風に入ってたんですけど、ここはあえて抜いてますっていうのは、なんでかっていうと、ここからねテンポが変わるんですね。テンポがここまでが136だったんですけど、ここから204に変わるんですね。これテンポが136から204に変わるんですけど、このテンポチェンジするときにあえてこうリズムセクションを抜いてるんですね、ここで。まあ、リズムセクションが続いたまんまでテンポチェンジすると明らかにテンポが変わったっていう風に分かるんですけど、これ抜くことで、まあほとんどの人は変わったとは思うんですけど、これより予想を裏切れるじゃないですけど、よりスムーズにテンポチェンジをやりつつ予想も裏切っていけるっていう、まあそういう効果を狙ってここはあえてリズムセクションを抜いて一小節入れてますね。でこのテンポチェンジなんですけど、136から204に変わるのなんでかっていうと、これもちゃんと理由があって、36こっち側ですね、テンポ136の6連符が204の16分音符と同じ速さなんですね。同じ速さなので整合性を持ったテンポチェンジ、まあ、メトリックモジュレーションといったりしますが、そういう風なテンポチェンジになってます。ここら辺で、まあ、こういう風に6連符やってますけど、これとこの16分音符ですね、204になった時の16分音符は同じ速さなので、まあ、ここら辺の16分音符をスネアで重ねて、ここもスネアでっていう風にやってる。ここもちょっとした伏線、まあ伏線っていうほどでもないですけど、それをちょっと意識してやったりしてます。クフルでもノーツ。そしてここから204ゾーンに入るんですが、まあ、だいぶ速いリズムになってます。そしてこの後新しいリフが出てくるんですが、このリフは、まあ、いわゆるシンコペーションのリズムなんですけど、まあ、テンポ200とかを超えてくるとだいぶ速いんですけど、テンポの速さと体感的な曲のスピード感っていうのはまた違ってて、テンポ204ってすごい速いテンポなんですけど、リズムの入れ方でだいぶそのスピード感も変わってくるんですよ。このぐらいのテンポだとやっぱシンコペーション入れるとだいぶアップテンポな印象を与えられるので、シンコペーションを使おうっていうことありきでこのリフを考えました。でこのリフが終わった後に来るのが、この部分は僕の近辺の人、友達とかからは割と人気な場所で、何をやってるかというと、さっきの最初のイヨーっていう掛け声とか途中で入ってる掛け声ありますけど、あれの音ネタですね、音のサンプルを切り刻んでフレーズにしたという、まあそれにさらに加工したやつを重ねてるんですけど、さらにここにギターのスラップの音を入れて、さらにここにシンセベースの刻みを入れて、ベースも入ってドラムが入り、これちょっとオフにした方がいいですか、和楽器の音が入り、ダメージの金属音が入り、ここら辺全部合わせると、まあ、こんな感じになって、あ、忘れてましたが、微妙にピアノの音が入ってます。まあ、こんな感じでね、これはね、ふりかけみたいな感じで気づかれない程度に、でこのセクション終わった後に、またさっきのシンコペーションのリフが入ってきますが、
まあ、このリフがこの曲の中で唯一ほぼ同じことを2回繰り返してるっていうセクションですね。さっき言ってた あんまり同じことはしたくないって言ったんですけど、ここは、まあ、ほぼ同じにした方がなんか勢いっていうのがそういうの保ってると思ったんで、あえて変えずに同じリズム同じフレーズでほぼやってます。でこの後なんですが、キーボードソロのパートですが、ここはさっきのここでやったスラップをもう一度ここでやり、さらにさっきのシンセベースの刻みもここで重ねつつ、ただドラムのリズムパターンがこういうスネアドラムをね、四分音符でパン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 っていう風にやるリズムになってますと。でこのドラムのパターンなんですけど、このシンセソロが終わった後にこういう風にいくんですけど、このドラムも四分音符でパンパンパンっていう風な、そういうリズムになっているので、スネアドラムのリズムがここからここにかけて一定なんですけど、ここでだからここ同じリズムのノリをキープしつつ周りを変えるみたいなね、ちょっとずつちょっとずつなんか関連性を持たせながら曲を組み立ててるっていう、そういうイメージですね。でここはさっきの加工した方の声だけを重ねてます。でこれが終わった後にこのようなセクションがあるんですが、ここはですねどういう風になってるかというと、ちょっとメトロノームを鳴らしながら聴いてもらった方が分かりやすいと思うんで、メトロノームを鳴らしながら聴いてもらいますね。キーボード邪魔なんで一回消しますね。こんな感じでここでテンポチェンジしてます。表紙がここまで4分の4テンポチェンジして16分の9、16分の6が3小節で4分の4になるっていう感じで、メトロノームありで聴いてみると、こんな感じになっておりまして、ここら辺とか特にねテンポ遅くなったように聞こえるんですけど、実はここテンポチェンジしてるだけでテンポ遅くなってないんですよね。そしてリズムなんですけど、リズムが204の四分音符四分音符で、この小節で203連になって、テンポチェンジして136に戻って、普天8分普天四分、そしてここから4分の4拍子になって戻ってくると B メロに、そういう感じになってますね。もう一回聞いてみると、ゆっくりなってるような気がするけど、実はそうじゃなくてメトリックモジュレーションという、まあ、リズムトリックを使ってるという、そんな感じになってますと。クールダモノーツ。はい、では2回目の B メロに戻ってきました。で2回目の B メロはどんな感じになってるかというと、1回目の B メロより音数は少なめで、一気にガラッと雰囲気が変わったようなようになってます。テンポ204ゾーンは陰音階で、こちらの B メロがまたペンタトニックに戻ってきてるので、そういう意味でも雰囲気がガラッと変わってますね。そしてこう B メロ後半がっていう、まあよく EDM とかであるパン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 パパ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 パみたいな、こうね徐々にこう盛り上がっていくサンプルのリズムを入れてあります。そしてここの B メロなんですけど、1回目はまあここからここからここの長さですぐサビいってたんですけど、2回目のここはもう1回繰り返します。ただその繰り返した2回目はキーが変わってます、まあ、いわゆる転調というやつなんですけど、もともとここが、まあ、F シャープのペンタトニックなんですけど、音使い的には F シャープの単調マイナースケールですね、なんですけど、ここで、転調先のキーが A マイナー、つまりここのこのキーから
分上がってっていうキーに転調するっていう形になります。で半音1,2,3個分の転調って割と使い勝手が良くて僕は好きな転調の一つですね。でちなみにこの前にあの転調の種類について書いた記事をブログに上げたんですけど割と人気記事になってよく読まれてるのでよければそちらも興味ある方はどうぞという感じでここを転調してもう一度 B メロをやってサビに行くとそういう感じになっております。でこのサビのメロディーなんですけどサビのメロディーも、まあ、1回もちょっと言ってなかったんですけど仕掛けとして、まあ、意図したことがあってメロディーっていろんな考え方ができると思うんですけど一つの考え方としてこうサビが始まる小節線を基準として考えた場合にその小節線より前から始まるか同時に始まるかそれよりも後ろから始まるかっていう3種類に分類することができるかなっていうふうに思うんですよね。どういうことかっていうと例えばっていうこういう伴奏があったとしますよね。そしたらメロディーがっていう感じだったら小節線より先にってこうメロディーが始まってますよね。同時っていうのはこんな感じですね。で小節線より後ろっていうのはこんな感じです。このサビのメロディーはこうちょっと譜面出したんですけどさっき言ったサビが始まる小節線よりも前にっていうメロディーの部分がありますよね。これなんでこうしてるかっていうと1回目の B メロは一巡したらすぐサビに行くんですけど後半のこの2回目の B メロは二回ししてサビに行くじゃないですか。しかもここで転調しますよね。でここでもし小節線より後もしくは小節線と同時に始まるサビを採用してたら、まあ、聞く人はそこまで意識して聞かないと思うんですけどっていう風に転調した時にサビ来ないんやみたいな、まあ、そういう印象を与えかねないことになりますけどサビが B メロの一番最後サビの小節線より前から始まることでここのここら辺の時点で1回目の時の B メロとここが違うのであ別に次サビ来なくてもそんな違和感ないかなっていう2回目の B メロの転調が綺麗に決まるようにしてます。まあ、意外とやっぱりその具体的に意識しなくても1巡目でやったことと、まあ、違うことが来たら多少違和感を覚えるっていうか別にそれが絶対悪いっていうわけじゃなくてむしろそれを使っていきたい時もあるんですけど今回ここの場面では予想を裏切るっていう部分は転調でやってるので別にサビのメロディーが来る来ないっていうところの揺さぶりっていうか予想の裏切り方はせずにむしろ違和感を減らしてこの転調を決めたいなっていう思いがあったんであえてこのサビのメロディーは小節線より前から始まるっていうものにしてるっていう話ですね。サビのメロディーで他に意識したこととしてはリズムですね。みたいな感じなんですけどこのっていうリズムがちょっと独特で素直に行くとしたらとかでもいいと思うんですけどあえて16分音符が前に詰まったようなっていうリズムにしてて、まあ、よく最近洋楽のヒップホップ系のラップとかでこの前に詰まったリズムっていうのはよく聞きますし日本のアイドルソングでも帰り道は遠回りしたくなるっていう曲のサビ前とかもこんな詰まったリズム使ってた気がするんでトレンドというか、まあ、それも意識しつつやってますね。それでコード進行とかは、うん、まあなんでしょうね普通にそんなに複雑っていうわけじゃないんですけど、まあ、基本的な考え方としてはまあ、キーの4度、5度、6度、3度っていう風にベースラインが動いてて、まあ、こんな感じですね。で、普通はこうっていくんですけどこういうなんかサス4系の1を入れた方が和風っぽくなるのでちょっとそういうアレンジを加えながら
こら辺で、まあ、よくあるベースラインが半音で下がっていくクリシェみたいのを入れて盛り上げ感を出しつつ、で2回目のサビなんでちょっとサビの長さを、この部分ですね、ここの部分を細かく2回繰り返して最後のサビ感を出すっていうのとかはやってますかね。そんなにだからやっぱりサビとかをシンプルに王道な感じでやりたいので、そんなに複雑なことはないですね。工夫でもない。でここからまたジェントっぽいリフになるんですが、これもストリングスが入ってこのリズムっていうのは一緒なんですけど、もう転調してるので、さっきは F シャープ、こっちは A の音で刻んでるので、まあ、さっき言った通り同じことを繰り返さないっていうことをやってるんですけど、これを二回しして、二回し目からはドラムのリズムがあのスネアの位置が半分になってハーフタイムになってるという、あとシンセの刻みですね、こういうこれを加えてますね。そしてこんな感じになるんですけど、これもさっきの場面転換の一小節で入れてますが、今回は一番こう重苦しい雰囲気を出すために掛け声を抜いた状態でこの一小節を入れてますと。工夫でもない。そして最後のセクションなんですけど、この最後のセクションは何て言いますかね、本当はねここで曲終わっててもいいかなっていうのはあって、まあ、そんな違和感ないかなっていう、まあ、むしろその今までの曲の中でやってきたことを全部回収していって一通りまとめて終わるっていう風にするんだったらここで終わりで全然 OK だと思うんですけど、まあ、ジェント会話の曲ってその曲の最後にそれまでの曲展開からあんまり関連性のないようなパートを入れるっていう、そういう曲がまあちょくちょくあって、まあ、ここもねそういう発想からこんなパートを入れても面白いんじゃないかなっていうふうに思って、この曲の中で今まで全く登場してないフレーズで、まあ、一番ヘビーに聞こえるようなリズムの場所を入れようっていうことで最後にこのセクションがあります。これでここはねテンポ遅くなったように聞こえるんですけど、ずっとこれ136で一定ですね。ドラムのリズムがシンバルを2分音符で刻んでるので、だいぶスピード感がゆっくりに聞こえるっていうのはそこら辺が多分起因してると思うんですけど、ここで鳴ってる音としては、まあ、リフはもちろんなんですけど、怪しげなシンセのアルペジオと、あとダメージの音ですね。ここもドラムは意外と大振りなんですけど、その間を微妙にダメージの金属音で埋めてるっていう、まあ、ここら辺もちょっと振りかけみたいな感じですね。であとはこの和太鼓の音を重ねつつ、あとねこれね、スリルっていう怪しげな音を作れる音源なんですけど、それを微妙に入れてますね。そして、まあ、シンセベースはもちろん重ねてるんですけど、それに加えてめっちゃ低いクラビネットの音を重ねてて、ここら辺を全部まとめて鳴らすと、まあ、だいぶ攻撃力が高そうなサウンドになるというそんな感じですね。だいぶ大振りのリズムなんですけど、ちょくちょくたまにこういうなんていうか16分のフレーズを入れることで面白くする、上にこの16分のフレーズが入ってるところがリフのとこでも言ったんですけど、二回し目に行くときに頭の部分を変えることでリズムを取りづらくするっていう手法をここでも使ってて、
本当の折り返し地点ってここなんですけど、フレーズがっていう風に入ってるので、いまいちどこが折り返し地点かわからないというのに加え、ただシンセのアルペジオはずっと一定で刻んでて、他のところがちょっと変わってくるという形ですね。で、まあ最後ら辺は、まあ、お好みでというか。ドラムの手数を増やして終わっていくと。ただ手数を増やしても、割とそのリズム感を感じるのってスネアのタイミングだったりするんで、そのスネアのタイミングはそんなに早く聞こえないようにすることで、すごいいっぱいドラム手数を入れてるんですけど、なんか重々しい雰囲気を維持しつつ最後まで行くっていう、まあそんな感じですね。クフルダモノーツ。はい、ではいかがだったでしょうか。まあだいぶ長い動画になってしまったんですけど、まあ実はまだまだ作る時に考えてたけど言ってないことはたくさんあって、まあ例えばなんか B メロのコード進行が前に作った和風ジェントの暁っていう曲のエメロのコード進行とほぼ同じで、まあ、関連性を持たせるためにそうしてるとか、まあ、そういう細かいとこを言っていくと、まあ、本当にまだまだ喋ることはないことはないんですけど、あんまりね動画が長くなりすぎるのもどうかと思いましたし、まあ、今回の動画でポイントになるところは大体喋れたかなっていう気がするんで、今回はまあこんな感じで終わりたいと思いますが、こんなことやってほしいとかそういう希望とかあればできる範囲でやらせてもらえたらなっていう気持ちもあるので、感想やリクエストとかそういうのをコメントに書いてもらえると嬉しいかなっていうふうに思います。では今回はこの辺で終わります。ありがとうございました。